父は今年2月で65、顔のシワは増えてゆくばかり。仕事に追われこの頃やっとゆとりができた。父の湯飲み茶碗は欠けている。それにお茶を入れて飲んでいる。湯飲みに映る自分の顔をじっと見ている。この人生が二度あれば、母は今年9月で64、子供だけのために年取った。母の細い手獣の石を持ち上げている。そんな母を見てると人生が誰のためにやるのかわからない。子供を育て家族のために年老いた母。人生が二度あればこの人生が二度あれば、父と母がこたつでお茶を飲み、若い頃のことを話し合う。思い出してる夢見るように、夢見るように、この人生が二度あれば、人生が二度あれば、この人生が二度あれば、この人生が二度あれば、この人